皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは映画です。ご紹介する内容は映画チラシ福袋の第50回目ですね。洋画の祈願の第2回ということになります。よろしくお願いします。はい。で、このコーナーですけども、初めましての、ね、方にお伝えしますと、紹介しますとですね、映画館に行かれまして、チラシをね、ご覧になることあるかと思うんですけども、でその、タイトル、そしてキャスト、あらすじというふうにね、ご覧になるかなと。そんな感覚で見ていただけたらなというコーナーになります。はい。で、日本公開時のタイトルが、キから始まる作品ということですね。はい。頭にどうでしょうね。浮かんでますかね。はい。で、一応これがですね、二巡目ということになってます。で、もうこれまで、50回というふうにお伝えしてますように、一度、洋画の、あいうえを、かきくけこさしすせそうとずっとすべて回りまして、それがまたもう一周目に回ってきたということですね。で、二周目以降はですね、ものによってはちょっとこう、ない、段も、つまり、今これ、王の次がこれ、金だったんですね。カーが今ちょっと抜けてますけども、またね、もうあちらこちらちょっと行きながらの順番になると思いますけども、トータルはそんな感じで進んでいます。あと、これ以外にも、変形版映画チラシ福袋というのもやってますので、よろしければご覧になってください。再生リストの方に、置いてありますので、検索で映画チラシ福袋と入れていただけましたら出てくると思います。はい。ではですね、行きたいと思います。日本公開時のタイトルが、木から始まる洋画作品ですね。数作持ってきました。基本的に旧作が多いですので、DVD、ブルーレイ、もしくはサブスク等の鑑賞の際のご参考にしていただけたら幸いです。ネタバレは、もうチラシに載っている程度ということと、あとは、ネタバレなしに、私なりにちょっとこういろいろ、映画好きというところでのね、コメントを入れようかなと、そんな感じです。では、1枚目いきますね。はい、まずはこちら。はい、こちらですね。着ぐるいピエロにしました。はい。これはリバイバル版のチラシです。で、一応初版も持ってるんで、またね、ジャンポール・ベルモンド特集の時にでも、自分で、用意というかもう、あるんですけど、そういうコーナーの時に初版のチラシの方はご紹介しようかなと思ってます。これはリバイバルです。はい。で、私のチャンネルをですね、本当に長くというかね、長くというか、ここ最近、金って感じでしょうかね。本当に知り合った方で、ベルモント、アランドロン好きな方がいらっしゃいましてですね、本当にこう、楽しく交流させていただいてるんですけど、その方に向けてもありまして、一作目、ベルモンドにしました。はい。さて、この着ぐるいピエロなんですが、これ見ましたけども、問題作という言葉が正しいかどうかもわからないぐらい、ある意味不条理な展開が進んでいくんですよね。で、このジャンリュク・ゴダール監督のヌーベルバーグのもうその新しい波というふうな意味ですけども、その波の頂点にあるのがこの作品じゃないかっていうふうにも言われてるようですけど、でもね、ちょっと、初見の場合には何のこっちゃわからないなっていう多分印象を持たれる方も多いんじゃないかな。で、私は、ゴダールの1960年の、ヌーベルバーグの初期の傑作と言われている、それが火付け役となったと言われてますけども、勝手に仕上がれですね。同じくベルモンドなわけですけども、の、ある意味姉妹編かなと思ってます。はい。二人の、ね、この男女のある意味もう一つの側面を描いたのがこれかなというとこですね。で、これチラシですけど、かなり結末まで書いてしまってるので、ちょっとそこを読むのはやめましてですね、簡単に言うと、このベルモントとそしてこの女性アンナ・カリーナが、ね、演じているんですけども、言えば追っかけるわけですよね。
この女性をね。でもこの女性はある意味自由奔放なわけですね。で、フェルディナンという名前があるのに常にピエロピエロと呼ぶんですね。で、そうすると僕はピエロじゃないよ、フェルディナンだっていうふうにずっと言葉を返す。で、そんな関係がずっと続いていって南仏の方まで、まあ、あることがきっかけで逃避行していくんですね。で、その中で、さてどうなっていくか。ところがまあその展開というとですね、まあ、ヌーベルバーグというのはこの即興演出というような言われ方もしてですね、こう三分的に話がこうあちらこちらポン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 こう切り替わるわけですね。だからそこになかなかついていきにくいなというところも多分あるのかもしれませんけど、でも面白いですね。もうあんなカリーナに振り回され続けるベルモンドのある意味良さ、そこは、面白いですね。うん。だからここでのアンナ・カリーナの役と、そして勝手に仕上がりの時のジーン・セバーグのあの女性像と、その中で腕を動くこのベルモントという一人の男性の一つの生き方、二つの生き方、それがまた面白いなという作品だと思ってます。はい。まあラストはね、おっていうラストになるわけですけどもね、まあそこまで含めて見ていただけたらなと思いますね。うん。はい、着ぐるいピエロですね。あ、ちなみにこのアンナ・カリーナさんは、ジャン・リュック・ゴダール監督の、まあ、奥さんですね。で、そのこの作品の前に離婚してるんですね。で、離婚後に撮ったっていうね、まあ、出演してる不思議な感じなんですけど、ゴダール監督の作品の常連ですね。で、ゴダール監督というのは自分のいろんなこの愛をですね、さまざまな形で映画を通して、カメラを通してこのアンナ・カリーナさんにこう演じつつ伝えるっていうね、まあ、不思議なスタイルだったですね。はい。さて、2作目ですね。1作目は、こちらですね。ドンと。はい。これもね、用意しましたよ。はい。ベルモントという、ごめんなさい、アラン・ドロンということでね。まあ、フランスを50年代後半から60、70、80を代表するフランスの名優ということで、ベルモント、アラン・ドロンという、まあ、二大巨頭かなということですけども、これ同じ作品ですね。危険なささやきという作品で、この作品はですね、まあ、何が一つ、注目点かというと、アラン・ドロンにとって初監督作品ですね。はい。1981年の作品で、当時アラン・ドロンは46歳ということで、まあね、まあ、油が乗り切って、男の渋みが出てきた頃っていうか、もうしっかり出てる時代ですね。50年代後半、60年代っていうのはある意味こう無鉄砲な若者っていう感じでしたけど、だいたい70年代に入ってから渋い演技が増えてきだして、で80年代はそのもう円熟期みたいな、まあ、感じかなと自分の中ではありますね。で、またこの80年代になると警察とか元刑事とかいう役も多いアラン・ドロンだったかなという記憶があります。で、あと注目点はこの女優さんなんですけど、アンヌ・パリローさんということで、写真がね多分あるかな、この方ですね。はい。非常に綺麗で可愛い方ですけど、この方はあの後にニキータですね、ニキータというのはあのリュック・ベッソン監督のニキータというね作品で主演をして、セガール賞、を取りますね。はい。というアンヌ・パリローさんですね。で、この作品ですけども、一応あらすじはこんな感じですね。私立探偵ですね、これもね、シュカス・トロンですね、は元凄腕の刑事。事件は失踪した娘を探してほしいという中年女性の依頼から始まった。ところが警察の不審な干渉、依頼人の斬死、そして謎の脅迫者たちの暗躍と、次々奇妙な出来事が頻発。果たせるかなでいいんですかね。獲物を追うはずだったシュカスは自分こそ標的と気がつく。その時愛用のコルト45を握る手にギュッと力がこもったということですね。はい。というまあ作品ですね。これは今どうなんでしょうか。サブスクとかで見れるんでしょうかね。フランス映画はアメリカ映画ほどそういうメディア化というかソフト化ですか、なってないんで、見れる機会があるのかなと思いますけども、用意してくればご覧になってくださいね。アラン・ドロンの危険なささやきという作品ですね。はい。さて、3作目ですね。3作目は、
はい、こちらということで、キングオブシーブスというシーブズですねという作品なんですが、主演がマイケル・ケインということで、もう私の大好きな俳優さんですね。はい、国際情報局から始まるハリー・パーマーシリーズだとか、あとスパイものですね、もうあちらこちら多く演じましたし、近年では、あの方ですね、名前が飛びましたけども、バットマンシリーズですね、クリスチャン・ベールのバットマン、クリストファー・ノーラン監督ですねの作品の常連になってますね。はい、でまあ、これは実はあの銀行強盗の、銀行じゃないな、金庫破りですね、のお話ということなんですけども、あとね、出演者で皆さんがっていうのはね、多分この方なんですよ、マイケル・ガンボンさんっていうんですけど、ハリーポッターシリーズで、ホグワーツのね、ダンブルドア校長の2代目を演じた 人ですね。リチャード・ハリスが亡くなってその後を継いだのがこの方ですね。はい、これ何か、英国中を揺るがせた脅威の実話、平均年齢60歳以上のオールド集団が巻き起こす史上空前の窃盗劇ということですね。さて、じゃああらすじ、まあ、裏面こんな感じですね。あらすじですが、ここですね、今見えてますか、ピント合ってますかね、ピントがちょっとずれてるかな、こんなもんですか、これ合いましたね。かつて泥棒の王、キングオブシーブズと呼ばれたブライアン、マイケル・ケインですね、一度は裏社会から引退し、愛する妻と平穏な日々を過ごしていた。しかし妻が、これ急説で言われたんでしたっけ、したことをきっかけに、かつての犯罪にまみれた自分が呼び起こされることになる。知人のバジルからロンドン随一の、宝飾店街ハットンガーデンでの、大掛かりな窃盗計画を持ちかけられたブライアンは、テリー、ケニー、ダニー、カールらかつての悪友たちを集め、平均年齢60歳オーバーの窃盗団を結成。綿密な計画のもと、いざ実行日を迎えようとしたとき、ブライアンは突然計画から抜け出すと言い出すですね。抜けると言い出す。実はというところがまたね、すごいですけどね。キングオブシーブズという作品ですね。この頃の、あの年齢の時のマイケル・ケインは、他にもダイヤモンド・ラッシュだったかな、あの強盗、まあ泥棒役っていうのは結構多くしてますね。はい、それ以外にも、何でしたっけ、詐欺師とペテン師でしたっけ、騙されてリビエラっていうねタイトルだったかな、スティーブ・マーチンでしたっけね、とよく出ましたね。はい、続きまして4作目かな、はい、こちらですね、ダンということで、まあ、こちらもね、イギリスという作品になってくるかと思うんですけども、これね、ジェイソン・ステイサムですね。もうショーン・コネリー以来じゃないですかね、僕の中では。この、まあ、頭髪っていうかね、まあ、こう、剃ってるのもあるのかもしれませんけど、まあ、薄いんですよ。で、この、その髪型というか、これがね、似合うのはね、ショーン・コネリー以来の人かなと思います。非常にかっこいいです。で、あの、トランスポーターという作品で、ね、登場しましたけども、そもそもは、高飛び込みの選手かなんかなんですよね。非常にその身体能力が高くてアクションもこなす。はい。スタローンのエクスペンダブルズではもうあの準主役というかね、いう位置づけで、まあある意味次の時代を担う位置にいたんじゃないかなという役でしたね。で、組んでるのがあのガイ・リッチーということで、言えばこの人の出世作というか、まあ、そうですね、ターニングポイントの作品だと思いますけど、ロック・ストック&トゥ・スモーキング・バレルズというですね、もうそれが最高に面白いんですけど、まあその監督と改めて組んだと。はい。まあそれにスナッチもあったと思いますけどね。はい。ということで、まあ主演として組むのは、16年ぶりってなってますね。はい。ということで、まあ、これ一体何なのかっていうね、いうことなんですけども、はい、ここですね。あらすじはこちら。よいしょ。見えますかね。ちょっとピントがまた合いづらいですか？LA にある現金輸送専門の警備会社、フォルティコセキュリティ社。日々、
キャッシュトラック、現金輸送車を運転するのは特殊な訓練を受けた強者の警備員たち。そこに雇われた新人パトリック・ヒル、通称 H、 ヒルの H ですかね、試験をギリギリで合格した彼は周りから特に気に留められる存在ではなかった。しかし彼の乗ったトラックが強盗に襲われた時、驚くほど高い戦闘スキルでそれを阻止する。彼は一体何者なのか。周囲が疑心暗鬼に陥る中、全米で最も現金が動くブラックフライデーに1億8000万ドルの大金を狙う強奪計画が進行していたということですね。まあ、つまりこのパトリック・ヒル、まあ、H というこの男がですね、まあ、何者かというのが、ずっとこう、展開する作品ということなんでしょうけど、これまだ見てないんでね、ですけどね。はい。さて、本日最後ですね。最後もですね、もうかなり幼き日に見たっきりで、あまり覚えてないんですけども、印象的なシーンは覚えてますけど、キャリーですね。1977年の作品だと思います。はい。その後、キャリー2っていうのが20年後ぐらいにできて、22年後だったかな。で、その後、リメイクもされましたね。2010何年にね。まあ、まあ、私の中ではもうとにかくかわいそうな少女のお話ですよね。かわいそうかわいそうで、もうね、少女というか、まあ、高校生ぐらいですけど、かわいそうです。本当に。で、ね、キャリーというのは主人公の名前ですね。キャリーをいじめないで、彼女が泣くと恐ろしいことが起こる。ね。どういうことかということですけども、まあ、これまずね、ちょっとスタッフ陣を見るとですね、監督がですね、ブライアン・デ・パルマ監督なんですね。例えば、ミッション・インポッシブルの第一作もそうですし、それから、アンタッチャブルもそうですね。はい。非常にこう、どしっとした作品を作られる方ですね。原作がスティーブン・キン。ね。で、シシー・スペイクス、スペイセックさんですね。まあ、この方はもう恐ろしいほどの演技でしたけども、あとはここにね、ここにないんですよ。ところが前面には出てくるんですけど、トラボルタも出てるということですね。はい。で、どんなお話かということですが、こうですね。はい。それは少女の白く細い下肢から糸を引くように伝え落ちた。突き刺すようなクラスメイトたちの注視の中、少女は恥ずかしさと恐怖の入り混じったわけのわからぬうめき声を上げ、必死に助けを求めた。17年目の春に突然訪れた女への印。ただでさえ異常に遅い、初潮年齢に加えて、問題はその少女がその事実に完全に無知のまま17年間過ごしてきたことだった。これは、アメリカ東部の小さな町の学園を背景に、自らの意志のみで物体を動かし、破壊するという恐るべきエネルギーを秘めた少女が巻き起こすショッキングサスペンスドラマだ。ヒロインの名はキャリー。異常な出産の結果、この世に生を受けたキャリーは、うちでは狂心的な母親との凄まじい葛藤を展開し、外では残酷なクラスメイトたちのむごい仕打ちにひたすら耐えてきた悲しみの少女。内向的で常におどおどした態度がクラスメートの格好の悪意の対象になってきたキャリーにも、しかしたった一つの武器があった。テレキネシスという念動能力だ。彼女が極度の精神的ストレスに陥った時、それは凄まじい速度で発動する。電気がショートし、鏡が割れ、全ての置物がひっくり返る。それはマグニチュードのエネルギーだから、間違ってもキャリーにその力を発動させてはならなかったのに、一握りの悪友たちの企みがドラマを取り返しのつかない血と炎の惨劇へと突き落とす。満身に恨みをたぎらせ、グレンの炎の中に浮かび上がったクライマックスのキャリーの危機迫る姿を、果たしてあなたは制止できるだろうかっていうですね、もうこの文章でね、こうふっとね、踊らされますよね。はい。まあ、そうですね。まあ、映画好きということでしたらね、やっぱ一度はやっぱり通っておかないといけない作品なのかなと思いますけど、まあ、本当に制止できるかっていうのはありますね。で、またこの77年というこの時代の映像美ですよね。とにかくその空気感がね、怖いんですよ。だ今より、
その現代のような綺麗さじゃないんですよね。そこがまたね、もう、うっくつとしたというかね、なんかそんな感じでね、怖い作品です。はい。というわけで本日はこれらの作品をご紹介しました。はい。いかがでしたでしょうか。またね、鑑賞の参考になさってください。というわけで次回は、洋画のおそらく九段の2回目かなになるかと思いますけどもね、九もしくはグーですねから始まる作品ということになります。次回もよろしければご覧になってください。またあの、特撮もね、私映画の特撮2本立てですので、特撮もご紹介してますので、そちらもどうぞご覧になってください。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。あとショート動画ですね、こういった映画のチラシ、パンフレット、そしてスチール、レコードですね、特撮のフィギュア、ソフビ、指人形、カード、文館組み立てチャレンジなどを上げております。よろしければどうぞご覧になってください。気に入られましたらぜひチャンネル登録、継続視聴よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。